レオンハルト・カウピッシュはドイツの軍人。最終階級は空軍航空兵大将、陸軍砲兵大将。第二次世界大戦中、デンマークで軍の指揮を取ったことで知られている。彼は1898年にドイツ帝国陸軍に入隊し、1899年勝尉に昇進した。1907年から1909年まで、 リヒタンフェルデの軍学校で訓練した後中尉に昇進。1911年からはベルリンの参謀本部に従事し、1914年退位に昇進した。第一次世界大戦では参謀本部で働き、徐々に功績を上げ1917年に詳細へと昇進した。同時期に二級鉄十字賞とホーエンツオレルンケ勲章を受賞している。 第一次世界大戦の後、彼はバイマル共和国軍へ入隊し、1923年に第七砲兵連隊司令官へ就任、同年中佐へと昇進した。1927年大佐へと昇進した、彼はユーターボークの砲兵学校へ移動になった。彼は1932年に中将へ昇進するまで砲兵学校勤務を続けた。 1934年4月1日、ドイツ国防軍空軍へと転属した。彼は、1935年12月に、航空兵大将へ昇進。1938年3月末に一度空軍から、離れるも1939年前半には陸軍に、復帰した。1939年9月半ば、彼は、ンツヒイコール西プロイセン帝国大艦区の、 軍政長官に任じられた。1939年11月、第1国境警備司令部が軍団司令部格の第31高級司令部に改組されると、カウビッシュはその司令官となった。この司令部は1940年4月9日のベーザー演習作戦において、デンマークの占領を指揮した。彼はドイツ軍機がデンマークにばらまいた。 投降勧告を呼びかけるビラオープロップに署名している。1940年4月12日から6月1日まで、デンマーク占領軍司令官として勤務し、その後は司令部と共にフランス侵攻作戦に参加した。1940年9月、砲兵大将に昇進。1942年4月10日に軍を退役するまで、そのままフランス占領部隊の一部を率いた。 第三帝国の終焉を悟った彼は家族と共にベルリンウエストエンドへ移りバイマルの南10キロほどの温泉街バーとベルカで静かに過ごした彼が移った直後の1945年5月ドイツは降伏し都市は次々とアメリカ軍に占領されたがバイマルはソ連軍に占領されたその夏彼が退役した軍人であり 終戦まで平和な私生活を送っていたことに気がついたデンマークのジャーナリストから取材を受けた。即座に彼はソ連軍に逮捕され、バイマルの焼けるような暑さの中を歩かされた。収容所の手洗い対応もあり彼の体調は悪化していき、1945年9月26日、妻の解放を虚しく彼は収容所で死去した。 A.B. l e t t ー r Archived ー2014年2月28日アットザ・ウェーバック・マシンマルガレー・テオルデンバーグ2ハイジ・テカンバーグ・フロム1オクトーバー1976アットザ・コピッシュファミリーウェブサイトハラーバージニアニューメンド・ウーバー・コペンハーゲンベルジェ・スタート・バーラグ・コルンミューニック1961 P56 ありがとうございます